さあやっていきましょうか。バイオハザード6。なんか煙がプシュ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 出てるけどね。まあ、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけたら幸いです。あれちょっと待って、死体が消えてる。あれ死体いなくなってる。What？ もう元カノ出てくる確定演出じゃねえか。怖え。今回はね、なんかよくわかんない右手があのチェーンソーだかおちんちんだかわかんないのをブン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 回してきたね、あの恐ろしいやつと戦ったんですけれども、まあ前回、前回というかバイオシックスってさ、バイオシックスってさ、もうほんと、一つの敵を使い倒す系好きだよね。オーラも復活してきた、あんたどっからやってきたの？危ない。I didn't come halfway around the planet to play games。さあ、しっかり爆発しておきなさい。チュッ。あ、やばい。志村後ろー！でん。ヒット。ほい。あ、止まった。このタイミングで。あ、ちょっと見えてない。あ、よしよしよし、危ない。ほぼ使い切った。で、あれあいつどこ行った？落ちた。落ちて終わったかな。これは。痛い。そんなことも5つ登ってきました。んぼのタッチ。よいしょ。めっちゃ元気だな。この上で基本ってところで元気、めっちゃ元気だな。よし、じゃあ、ここ行ってんで、よいしょ。かれかれ。うん。ま、一人ターザンごっこ。普通はターザン来るって言うと、気にならない。ちょ、さあ近づいて、さあ爆発して、ジアジ爆発、ちょっと待って、公開豪華の剣。マジかよ、全然死ぬ気なかったのに、普通、シンプルに殺されてる。マジっすか、まあ。I didn't come halfway around the planet to play games。間髪を入れずにあれだね。この間なんかのスポーツでとか忘れたけどさ、やっぱ強要って出るよねっていうシーンがあったよね。はい、背中ポーン、おい、オッケーで、いなくなってとか、誰がさ、これさ、前進んだり後ろ下がったりとかしてんだろうね。はい、あ、ちゃん取ってくるってことでしょ、ね、ほら、なんか間髪を入れて攻撃をしてるんですよって、間髪違うよ言葉としては、あーうい、避け方がかっこよかったね。今でも完全に食らってた気がするんだけど、これって、なんか、倒せましたみたいなのあるのかな？ちょい。ういっとぅ。あ、なんか、やばい。急に、便を催してる様子が。うん。お腹痛くなったのから、坊や。お姉さんが相手してあげるわ。ほら、おいで、坊や。まだまだお預けよ。残念だわ。うい。リア充は、チドーン！あ、じゃあ、全然違うとこチドーンしたな。はい、ちょっと待って。おうあれ今、エイダ食らってなかったけど、ギュインギュインさん食らってたな。こいつどうやって飛んでくるの？あっちゅう！こっちだ！そう、ほんとに少しだけ相手してあげるわ。はい。おいで、パンダ、ウサギ、コアラ、パンダ、コミキー、こい！よいしょ。で、相手ブランを開ける。いろんな武器で攻撃するので待っている。あ、来た。あ、ちょ、待ってぞ。おー、刺激的。さすがに、あの高さから、背中から落ちてしまったら、お亡くなりになると思うんですね。おー、ちょ、また間髪を入れずにあるー。です。で、あと、キック。VK、死なないんだい。まだ続くのだ。こういう、QT、ほんと、だるいなぁ。声が漏れちゃったもんな。なんか、普通にその操作で死ぬとかじゃなくて、もういいや。文句ばっかり言ってても仕方がないから、とどめさせて。当たってんのかな。ゆいおける。動きがでもあれだね、バイオ5に出てくるチェンソー男となんか似てるよね。ウィーキュイーンっていうのとさ、そんなこと言われて、おお元気がよろしいようで、ご褒美キーで、ウィー、さあリア充。あ、これ真ん中攻撃してこなくなった。
Ada Wong has been spotted moving down the canal. Charlie and Delta team's former perimeter around Kuching. Repeat, Ada Wong has been spotted on the canal. アナウンスが流れたらもうあの十分ダメージを与えることができましたよっていう気になってます。ああ、ちょっと待って、急やな、急すぎるやろ。おい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 。これまたミスったら。え、そっちには飛ばんやろ。あ、これあれか、エイダがあれだね、さっきやられたところだったんですよ。ダイナミック乗車。柄悪すぎる、多分あの世界でワースト3に入るくらい荒い入電のしか入電じゃねえな。これなんて言ったらいいだ。Can't wait to meet this mysterious doppelganger of mine. 私そっくりのお人形。お人形ちゃん。ちゃん人形。さて、これは別にでもジャンプしたら登れんじゃない？あなたの跳躍力だったら。さて。おー、ヒューマン。あー。Somebody really wants this world to burn. そうね、飛行機があんなね、もう墜落とかしてたら、普通に考えたらもう世界を滅ぼす気満々ですよってなる。よいしょと、さあ近く行こうか。Echo HQ。ここで、ああ、で、ここにあれだよ。ラスト1個が残ってんだよ。あれ、壊れた？壊せた？壊せてないね。残ってるね。ほい。オッケー。じゃあ行きましょう。よし、ラスト。チャプター3も全部お見事クリアでございます。生還 D。D スポット。おー、男の螺旋来た。でもなんかあの、若干の左のほっぺたが左の顔が歪んでるように見えたのは気のせいかな。よいしょっと。で、すごいな。男の螺旋ってここなのかな。なるほどね。男の螺旋はあれなんだろう、受付をせずにそのままベッドインができるっていう大胆なお作りになってらっしゃるんですね。ケイ。で、この後がまた、あれだね、しつこい奴らが出てくるのかな。しつこい奴らというか、しつこい奴か。トゥ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 。なぜか、スナイパーライフボーを持っている。ライフボー、ライフボー、カチャ。で、二人をぶちのめして終了のお知らせ。シェリー・バーキン。オッケー、シェリー・バーキン。And he must be the host of the C virus antibody。ってことはあの男が C ウイルスの抗体。アウブ・ウェスト。Looks like they're not alone。二人だけじゃない。オッケー、さて。この時のエイダ姉さんが。他にも誰かいるみたいですねって。スルーフが必要だな。シーウイルスって本当なんでこんなのバレないかな。死んだふりが得意なのか。死んだふりのシーか。めっきり寒くなってきたね。真夏なのに。くだらないこと言うとやっぱ体って涼しくなるもんなんだね。そんなこと言ってないでぴょーん。飛びます。そうだ。あの今更なんだけど。ごめんなさい。あの、皆さんにちょっとお詫びをしなければならない。なんか前回、パソコンが重かったのか、マイクソフトがちゃんとやってなかったのか、だいぶ音声ずれてましたよねっていう話。確か音声ずれてたはずなんですよ。撮って気づいた。うん。で、アップロードが終わって、自分でちゃんとアップロードできてるかな、動画を見返してて気づいたっていうね。だから、編集は映像だけしてさ、実際の音声がどうなっているかとかっていう、そこら辺の撮り直しとか一切しなかったもんだから、もうなんか喋ってることとさ、実際に流れてる映像シーンが全然違いすぎて、何を言ってんだ君はって言ってなってるかもしれない。まあそこもお茶目だということで許してください。なんであれずれたんだろうな、おかしいな。別にあの、音声とゲームを別撮りしてるわけじゃないのにね、ということでなんか下の方でぐんぐん頑張れてるんで、あの、もうちょっと早めにたどり着くべきだったんだけど、なんか遊んでたら、あれだ、キック。キック。だったから。仕方ないということで、上からあのお姉さんがね、サポートしてあげるわ。今夜だけの男のらしいよ。私はって指示を言ってるけど、まあまあまあ、あなたはもうね、あなた自身の体が楽園だからいいんじゃないですか。うん、そう、史上20歳の体でさ、しかも、そんな、いやー、にしても、あれ、こっちさ、飛んでくるやついなかったっけ。
あれ飛んでこないよ。超暇じゃん。じゃあ、ね、弾がある限り何でもできるって、ね、最強じゃん。あ、なんか飛んでる、うん、よいしょ。あ、やばい。あ、違うな、ジェイクが今バク転してた。オッケー、倒れる。さあ、今のうちに切りなさい。今のうちに切り倒しなさい。さあ、ご褒美プレイ、ご褒美プレイ。で、後ろからは来てない。あれ、本当に飛んでこないね。なんでだ？あ、なんかさ、飛んできてこっちにもちょっとかけるぞ。しびれる。刺激的。ヒュー。じゃあ、こいつが泳ぐってどうやって泳いでんの？ね、あれかな、やっぱり。チェーンソーはモーターになってるのかな。 I hope that's the last I have to see of him. 片付いたかしら。あ、I'm good, that's good. ごめんなさい、あのちょっと休養が入って、あの一旦あの止めてました。ということで、ピョン、一瞬映像が乱れたことに関しては、あのこれ国際映像でお届けしていますんで、ね、あそこはあのご容赦くださいということで、なんかすごいあそこで戦ってるっぽいけど、頑張れ。お姉さんの力を借りなくても、あなたたち二人だったらラブラブマグナムでなんとかなるわよ。さて、アイテム回収をしたいんだけど、あ、あったね。あ、すげえ、見つけた。あー、ハーブが二つもあるよね。どうしようかな。あー、私これいらない。これ捨てたら入れるか。危ない危ない。今なんか、もうちょっとでボウガンも拾うところだ。OK。で、これで、23。ぴょん。あ、まだある。ほいっとにー。キューストン。ジュビン。キュー。これさ、ほったらかしにしてたらさ、二人のどっちかがやられるとかって、そういうのはあるのかな。そうかな。相変わらずしぶといのね。そうね。普通に戦った後、ゾンビがひしめくところで戦って、で、今度バスでなんかどっか看板にぶつかってどっか行ったかなと思ったら、この電車に引かれてもそれでも生きてるんだもんね。不思議だよね。そうだよな。チェリー編とさ、チェリー・ジェイク編でもさ、ボコボコにされてるけどさ、その前にもさ、エイダ姉さんにボコボコにさ、ご褒美プレイされてるわけじゃん。それでも生きてるって。こっちの体力が。ブスタナフ、こいつ、で、シモンズ。Hope that's all she wrote. えぐいですね。まあ、すぐに復活してきてるから、ね、海底2万マイルでね、水圧お構いなしにどんどん登ってくる。いや、なんだっけ、ジュアボじゃなくて、もうボスの名前をザコ敵と間違えるっていうね。ハウスだ。ハウス、ジュアボ間違えるっていう。ハウスからしたら屈辱的かもしれないけど。そういう落ちがあったんだね。Time to save the day again. ビーチの中から人って来たんだ。Poor little Shuri. 実際はその水圧がかかるほど水圧がかかるなかったかもしれない。緊急ダッシュポットも水圧に耐えながら上に登ってきてるからね。実際人間ってどうなんですか？あの、どのくらいの深さまで潜ったら、あの、水圧に潰されちゃうもんなんですかね。まあ、6500メートルくらいまではね、なんか潜るのが大変なわけですか。6.5 キロか。あ、普通に走ったらしんどいと言ってると。エピアーズ2番スが軍港エリアなんかちゅー。その車をたまたま。で、このチャプターもう終わりだっけ？どうだっけ？もう一悶着あるんだけど、でもボスとしてはこいつ倒したから、もうそんな大してやることもなさげだと思うんだけど。またね。ああ。お姉さんのまたねがとんでもなくエロく感じる。いなくなってるね。ヘリはなんかプルプルプル。あの墜落してるヘリがあれかな、クリスがぶちのめしたヘリなのかな。銃を撃つときは右、しかしフックショットは左利き、つまりボスヘンド。チッキーマン。Now that's the way to travel. あ、終わりっぽいですね。よかった。あのジェットスキーに乗れば終わりってところかな。じゃあ降ります。で、後ろは特にアイテムのないかな。大丈夫かな。特に捨てるアイテムもないし。よし。じゃあもう一丁降ります。あれか。ゴリラが肩パンして壊したやつ。
よし、じゃあ、大股ぶっ広げて見えちゃうわよ。飛びます。オッケー、じゃあチャプター3無事ねクリアすることができました。次回からチャプター4行こうか、バイオハザード4だけに。ということで本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。ぜひ、ね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけると嬉しいでございます。ではまた明日もお会いしましょう。暑い日続きますんでね、体調管理を気をつけていただいて、ぜひね水分補給毎日しっかりしてください。ではまた次回あとお会いしましょう。バイなら。